宣言ということで、次の10年間を考えるわけですが、その前に今から10年前の自分を考えた時、まだまだ指揮者としては、何も存在していなかったような立場でしたが、ここから10年の間に今こうして、指揮を振って皆さんの前に立てていることがすごく幸せだなと感じております。これから10年間はさらに自分の人間力に磨きをかけて、またレパートリーは、自分の中では少し足りないかなと思っている後期ロマン派から近代現代のあたりを広げて いきたいと思います。10年後に少しでも皆さんの指揮者といえばの指揮者リストの中に僕の名前があればいいなと思います。皆さん、これからも応援よろしくお願いします。